さあ、続きやっていきましょうか。バイオハザード6、エイラハム。もういよいよね、チャプター4、佳境に向かっているというところでございます。まあ、前回なんかね、ちょっと、上から落ちてくれ。上とか空から女の子が、真っ赤なケチャップを背中から出しながら落ちてきたよって、出しながら落ちないのよ。落ちた瞬間にケチャップ出しちゃったの、放出したという感じなのかもしれないですね。はい。まあ、そのところでね、鍵がカチャ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 言ってるんですけど、そんなことはまあ気にしないでね、はい、まあやっていきましょうということでございます。まあ、前回が、ちょっとね、ライフ。ライフル。あ、なんかあった。まだあった。まあこ、まあ、ここら辺の武器を使っててもいいんだけど、ん？よいしょ、カチャッと。あ、死んでる。元気に死んでおります。あ、見えた！黒いの！おー、なるほどねー。じゃあ、穴をたくさん開けて死んぜまじゅーいしょ。あ、よくないよくない。よくないよくない。はい。今のは皆さん見なかったことにしましょう。はい。見えたねー。ロッテのトッポ。やっぱりまあ、なんだろうね。花園って大事だよね。ということで、チラチラってやってるところなんですけど、果たして、彼女の運命や、いかに？どっちのだよ？まあ、どっちでもいいんだけどさ。まあ、シモンズを憎しみながら、破滅した計画、破滅させようとした計画だな。破滅した計画だったら、もうもはや、何の意味もないってところですよね。はい。じゃあ、どうでもいいんだけど、彼女が、ちょっと飲みすぎたゆえにですね、倒れ込んでいるというところでございますので、まあ、ちょっと、さっと起こしてですね、おーら、ほら、ウコンを飲んだのに、やっぱりテキーラをショットで飲みすぎるとこうなるのね、うげえ。人間やっぱり飲みすぎるとね、でもなんかあれだね、パイプユニッシュじゃ、もうゲロってる。しかもあんなゲロ飛ばされたらもう、同情の余地もなくね、ボッコボコにして死んぜようっていうところだよね。まあまあ、そんなことを言いながら。いやー、でも実際どうです？やっぱり復讐心っていうところがさ、人間を駆り立てるっていうのはあるかもしんないよね。まあでも人間がさ、やっぱりね、一番ね、こいつにやられたみたいなね、復讐心をね、こう、晴らすっていうのはね、そいつ以上に幸せになってやる。まあ、そいつ以上っていうか、比較的ってするじゃない。あなたといた時よりも、私今幸せだからねっていうことをね、もう知らしめてあげることでね、お前なんかといたら私は一生幸せになれなかったんだよっていうね、まあ復讐心をね、やってあげるっていうのが非常にいいのかもしれないですけどね。はい。まあ、いろいろとね、なんかもうすぐ崩壊しちゃうよ。雨あられ助けてヘルプミーって言ってるところなんですけれども、まあそんなことも言いながらですね、あー溶けてゆくー、そんな私も熱くて溶けそう、今。本当に。いやー、お盆過ぎてもこの暑さだもんね、気だるくて、熱くて、大変ですわ。カチャ。カチャポン。その後に残るものは何だかわかりますか、ボン。わかるかわからないかで言ったら、わからないボン。溶けていく。てかな、これあれだね。なんかなんだっけ、あれあれ。あれですよ。あれあれあへあへなんだっけ、あいつだ。コードベロニカに出てくるアレクシア第二形態みたいな下半身してたよね。特にダークサイドクローズに、クロニクルズで出てくるさ、やつなんかもう完全に、あれだもんね。おちんちんだもんね。まあ最近ちょっとサイオレのさ、富士山が出してる何だっけ、笑ってはいけないっていう、なんか年に1回出してる、夏くらいに出してるやつがあるんですけど、あれでもうなんか下品な言葉が大量に飛び交っている。まあもともとサイオレのあれ自体がもう下品な言葉で飛び交っていることなんか多々あるから、もうチンチンくらいだったらもうなんか全然平気なんだなっていうことに気づいて、僕は安心しているっていうところですね。はい。安心しちゃダメなんだろうけどね。さて、まあ、こんなベラベラよくわかんないこと喋ってる間に、あ、外見えない。外が見えなくなるくらいゲロ吐かれたってこと？うえ。よいしょっと。んで、スキルポイント。ピッ、ドゥーン。さすがにこれは壊してたね。よかった。じゃあ、早速ですけど、降ります。で、目の前向かって、あー、なんか目の前生きていると思ったけど、飲み込み、痛い。食らってんじゃん。お、目の前、あー、ちょ。さあ、果たしてこれ、右に左に、後ろに前にいて、雨あられで適当に進んでって大丈夫なもんなんだろうか。お、やった。開けれる。カチャコン、後ろから迫ってきてるよ。急いで。ハリーアップ。走れ。ぬっつ。あ、ちまったか、目の前に。よいしょと。なんでやねん！おかしいやろ。攻撃できるか攻撃したら3で思いっきりやられたっていうね。よいしょ、バーンって。落差機からね、
エイダが右に左にキョロ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 してるんですけど、なんか向かってきてるんだっけ。あ、そっか、カーラスポアっちゅうやつが来てるんだったっけ、これなんかね。うん。よいしょ。全身泥まみれになってるっていうね。あの、あれですよ。あの、シンクのさ、あの、下のパイプに溜まったお水みたいな感じの色のしてるやつですね。うん。指紋でしょ。あー、なんかおててがいっぱいニュキニュキ入ってきた。あ、そんなおててで絡まれたら、ハナハナの実、ハナハナの実で、あ、ちょっと待って、おっ、がっつりおっぱい触られてるぞ、今。え？変わって？おー、なんか目の前に女の子が。親方、もう全部親方に頼るな。空から女の子が降ってこようか関係ねえ。いやー大変ですね。でだとしても大変だよね、本当に。親方すぐにですね、空から女の子降らせるからね。ああ、親方が犯人だったのかっていう。よいしょ。でお顔がニョキニョキ生えてきた。ちょっと待って、こっちに行きたいんですよ。こっちに行かないとね、これをピッ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 、あ、拾って、おお、お顔だけがゴムゴムの実、のびのびのび、まあ、ゴムゴムの実って存在しなかった。わー、お顔がいっぱい生えてきれる。よいしょ。あ、ちょっと、ピッ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 、あ、ちょっと食べられてる。ちょっと、ディン。冷却処分。くる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 、ディン。いやー、元のね、青いやつのままで追いかけられたらね、もうたまらない気性ってところだったんですけどね、もう美女と美女の追いかけっとってことでね、よくキャッキャウフ、私を捕まえてごらんってやるけどさ、もう男と女だったらさ、男どっか行けって思うけどさ、女の子の方だったらね、たまらんち気性ってなるよね。よし、で、おー、顔面パニック。顔面ツオブパイリ、パリパリピアン。わー、ちょっと待って、おっぱい触りすぎ。ダメ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 、後ろから近づいて、急いでダッシュして逃げて逃げて、あー、痛い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 、うひょー、うえ、あ、あー、やっぱり美味しくいただかれました。そんなことある。まあそんなこともあるか。まあ美味しいもんね、仕方ないよね。あ、ちまった、アイテム、木箱壊すの忘れてた。でもちょっと待ってよ、これさ、無理じゃね。だって超今左走って、あー、ほら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 、超左走ってるのにさ、なんでやねんって、おかしいおかしいだべや。走れ走れ、逃げろ逃げろ逃げろ、いろいろ引っかかる、おい、つびっとい、甘い甘い甘い、ヒュイー、くるっと振り返って、あ、やべ、これ足りる、あれ、ちょっと待って、武器変わってる。一発じゃ破壊、おい、一発じゃ壊すことができなかったけど、なんとかなったね。おい、あ、ちょっと待って、こっち進むところじゃないから無視していいや。んで、くるくるくる、エリアクローズ しまったんかな。あれ、ちょっと待って、思いっきり入力するボタン間違えた。よし、よし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 。くる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 。あー、もうここか。あれ、意外と短かったな。扉を閉めましょう、ズンズズン。お空に向かって、もうおててみたいなのがもうすでにね、左の方に構えてるっていうね。じゃあ、これ先にパキッとやっといて、ほいっと。さあ、これで爆発したらもうおしまいでしょ。はい、オッケー。はい、オッケー。はい、オッケー。お目に爆発したらもうおしまい。あれ、ちょっと待って。あれ、爆発がなんか吸収され、ファイルボムになってなかった。あれ、死んだからか、これ。ずるくない？死んだら武器変わんのけ。ほいほいほい。あ、ちょっと待って。まあ、本物のエイダウォン名乗っていただいてもいいけど、エイダウォン自体が、あれだよ。偽名だよ。うん。エイダモン自体が偽名だからもう別にいいんだけどさ。はい。じゃあ、なんか気づいたら終わりでした。はい。うん。上登って。ああ、おっぱいがたまらん。上へ参ります。で。ああ、ヘリコプターに乗り込むのね。オッケーオッケー。じゃあヘリに乗り込んで、どっか行きましょう。ナイト、かな、ね、なナイトツアーだっけ、なんかヘリでプル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 回るやつ。ヘリでプルプル回るやつ。ヘリ、もうよくわかんなくなっちゃった。日本語はむちゃくちゃになってる。はい。あ、でもまああれか。そっか、次のパートあれだな。もうほとんどエイダの活躍の場がないままさ、なんかさ、適当にやったらなんか急に行ってたって。あー、どっか飛んでった。そっちは本職に任せるわって言うけどさ、え、何をするかわかってんのかしら。これは、あれか。よくこれが鍵だって気づけるよね、絵だね。とりあえずね、なんか。そもそもあれだよね。船が沈んじゃってたとしたらさ、カーラの野望も叶えることができねえってことだろ？なんかいろいろ、がばい計画だよね。はい。
まあ、とりあえずチャプター4無事クリアすることができたということでありがとうございます。まあ次回からね、チャプター5をね、無事クリアしていって、エンブレムすべて集める旅っていうのを、完結に向かわせていきたいかなというふうに思っております。ということでね、次回パートもぜひ皆さんにお楽しみいただきたいというふうに思いますんで、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して明日もお待ちいただけたら幸いでございます。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。ポイント少な。次回パートお会いいたしましょう。では、さよなら。バイバイ。